ベンドラミン家の肖像は、イタリア、ルネサンス期のベネツィア派の巨匠ティツアーノ・ベチェッリオが1540年から1545年頃に制作した肖像画である。聖十字架を礼拝するベンドラミン家あるいはベンドラミン家の封建肖像画などの名前でも呼ばれる。油彩。ベネツィアの貴族であるベンドラミン家の発注で制作された作品で、 キツヤーの最大の群像肖像画として知られる。イギリスで活躍した肖像画家アンソニー・バンダイクのコレクションに含まれていたことが知られている。現在はロンドンのナショナルギャラリーに所蔵されている。グランデディ・サン・ジョバン・ニ・エヴァンジェリスタ同心会館のファサード。画面左の3人の主要人物。ベンドラミン家はベネツヤの貴族である。1369年にキリストが 卓形にかけられた十字架の一部といわれる木片の生物がフィリップ・ド・メジエールによってキプロスからベネツィアにもたらされたとき生物はグランデディ・サン・ジョバンニ・エヴァンジェリスタ同神会の保護者という公的立場にあったアンドレア・ベンドラミンに与えられたこの正十字架に収められた木片がベネツィアの公的行事の際にグランデ運河に落下したとき生十字架は 奇跡的に水面に浮かび、運河に飛び込んだアンドレアによって拾い上げられた。この時の出来事は、ジェンティーレ・ベッディーニによって、サン・ロレンツ教での十字架の奇跡として描かれている。そのため、この生物は、ベンドラミン家にとって、極めて重要であった。群像肖像画に描かれた人物はそのアンドレアの、彦にあたるアンドレア・ベンドラミンと、ガブリエレ・ベンドラミン、および、 アンドレアの息子たちである。アンドレア・ベンドラミンは長男であり、妻ルクレツやパスクアリゴの間に7人の息子と6人の娘を設けた。弟のガブリエレは3歳年下で、子供はいなかった。ベンドラミン家は、石鹸の製造、販売、輸出デザインを成した一族で、おじのドージェ、アンドレア・ベンドラミンは、ベネツヤで最も裕福な男性の一人であった。また弟のガブリエレは、 美術コレクターとして知られ、ジョルジョーネのテンペスタを所有していた。ベンドラミン家の一族は、ベネツィアの宝物である、銀パクト水晶のゴシック様式の生意物箱の前でひざまずいている。生意物である卓形の十字架の木片は、その最上部に保存されている。画面を支配するのは生意物に対して、大いなる尊敬を持って近づくベンドラミン家の人々の、 荘厳かつ厳粛な姿である。同心会員は男性に限定されたため、アンドレア・ベンドラミンの6人の娘は、肖像画に描かれていない。ティツヤーノは、多くの登場人物を介して、人生の様々な段階を表現しており、特に画面右の最年少の子供たちはまだが安全の、光景に理解が及ばず、荘厳な場面で自由に振る舞っている。 画面中央に立つ年配の二人の男性の正体は、やや謎めいている。赤外線リフレクトグラフィーによる科学的調査はティツィアーノが途中で構想を変更したことを明らかにしている。それによると、ティツィアーノの当初の構想では、家族を祭壇に導く役割を果たしていたのは長い、顎ひげを持つ人物であったが、この人物は完成作では、画面中央で祭壇に手を置いた人物として、 描かれている。このことから、祭壇に手を置いた人物は7人の息子の父、アンドレアであり、赤いローブを着た男は彼その弟で、子供のいないガブリエレ、さらに画面左端の男性は、アンドレアの長男、ルナルド・ベンド・ラミンであると考えられる。これについては別の見解もあり、祭壇のすぐ横の最年長として描かれている、男性の方が、弟のガブリエレで、 その横にいるのが壮大司教であり、画面左端の男性がアンドレアであるという。最年長の男性については空想的ではあるが、生物と密接な関係を持つ祖,祖父、アンドレア・ベンドラミンとして描かれた可能性も示唆されている。画面右下で小型犬を抱くフェデリゴ。小型犬スパニエルを抱いている最年少の子供フェデリゴ・ベンドラミンは、 実際の人物をモデルとして描かれたようである。少年が5歳にも満たないことから、絵画の当該部分の制作年が1541年、頃であることを示唆している。ただし、残りの部分は少し遅れて完成した可能性がある。父アンドレアは1547年1月に死去し、さらに画面左端の当時17歳のルナルドは、同年10月5日に死去したため、 死後の制作でない限り、肖像画はそれ以前に描かれたと思われる。X 線撮影や赤外線リフレクトグラフィーは、ルナルドがもともとは別の場所に配置されていたことを明らかにしており、この人物は最初に下に配置され、その後左側に配置された。絵画の最も優れた箇所は1540年代初頭のティツィアーノの様式と一致しているが、 画面左側の三人の息子たちと右側の二人の息子たちはおそらくオラツヨベチェッリオあるいはジローラも、ダンテといった工房の助手によって描かれた。特に左下隅の三人の息子は後から追加されたことが明らかで、それ以外の部分との不協和音が著しい。保存状態はあまり良くない。特に空の部分の絵の具が薄くなっており、左側の若い男性の頭部から 背中のように仮想のペンティメンティが確認できる箇所がある。本作品は1569年にガブリエレ・ベンドラミンの目録に記録されており、その後、肖像画家アンソニー・ヴァンダイクのコレクションに加わった。美術史家ハロルド・エドウィン・ウェゼーによれば、ヴァンダイクはイタリアから帰国した1627年、ゴルには本作品を所有しており、1635年に、 イギリスに絵画を写したとしているが、この時にはまだベネツィアにあったとする説もある。バンダイクの死後、画家の未亡人と結婚した、順段尺、リチャード・プライス卿は借金返済のために絵画を手放し、第一順段尺ジョン・ウィッテウロン・ジ教の手に渡った。絵画はさらに1645年に、第10代ノーサン・バランド・ハク・アルジャーノン・パーシーの所有するところとなった。ナショナル・ギャラリーが、 ノーサンバーランド公爵から12万2000ポンドで購入したのは1929年のことである。ありがとうございます。